モカ太郎の動画。あ、こんにちは、モカ太郎です。あのね、今回はね、いつもあのガジェットの動画が続いてるから、ちょっと箸休めとして全然関係ない動画やっていくんだけど、あのこの前ね、あの農家のお友達が遊びに来てくれてた時に揚げ餅作ったのよ。それね、なんか割とツイッターとか DM で難易度に教えてっていう声が結構多かったので、ちょっとそれ動画にしてみようかなと思います。でね、田舎だとね、揚げ餅ってかなりみんな大好きで、ほとんどのおじいちゃんおばあちゃん知ってると思うんだよね。まあ、多分あの揚げ餅って聞いて皆さん あーって思われる方もすごく多いんだけど、なんか場所、都会によってはなんかこう知らなかったりする人も多いと思うんで、今回はいい機会だなと思ってご紹介したいと思う。ってことでね、簡単、すごい簡単。お正月にさ、お餅飾るじゃない、こういうのいっぱい余るわけじゃん、この白い、まあ普通の白い四角いお餅さ。でこれ今回使うのは砂糖の切り餅、これコンビニで買ったやつなんだけど、まあ、何でもいいの、丸いお餅でも何でもいいわけ、どんな形してるお餅でも何でもいいわけ、あげちゃえばみんな一緒この餅なんだけど、こうパッケージングされてるやつって中にね水分入ってるの。で水分をね、本当は飛ばした方がカリカリっと上がってすごい美味しいの。まな板今あの除菌中なのね。除菌中だから、こちらが適当にある段ボールまな板にします。皆さんあの綺麗なまな板使ってね、ちょっと今回はあの緊急でちょっと段ボール使っていこう。ってことでね、これ見えるかしら。じゃあちょっと切ってるとこじいちゃんにお手伝いしてもらおうかな。じゃあ切っていくよ。まずね、あの切り方適当でいいです。大きくてもちっちゃくても全然 OK。 これバラバラの方が面白いと思うよ、食べるとき。で私はね、いつもこっから切っちゃう。硬いから指切らないよね。こう一本作るじゃん。でもあのサイズとか関係ないっす。自由に適当な感じで三つに切りました。でこれをね、一気に切っちゃうの、こう四角に。よいしょ、こんな感じ。こんなんでいいのよ。あの綺麗な四角で切らなくても全然大丈夫。ちっちゃくても大きくても全然大丈夫。あんまり細かすぎるとね、あのポロポロになっちゃうから揚げた後、まあ、こんな感じでいつも適当にやって、大きさバラバラでしょ。で、これがいいの。これがいいの。でね、これを干さなきゃいけないんだけど、あのね、ここに画像貼っとくね。あの、田舎だとさ、干し芋作ったりだとか、玉ねぎ干したりだとか、そういうので使ったりする熱湯の中に、こういうのバラバラっと一緒に入れて、1日2日ぐらいかな、は乾燥させるんだけど、あの、そういうネットがない人は、別にあの、いいのよ。そんな上等なものなくたって、あの、ここら辺に置いといちゃってもいいの。あの要は水分飛べばいいわけだから。だからこのねこのうちで使ってるザルなんだけど、これいろんなもの入ってるんだよ。だけどこれちょっとよく見て、下の方これこんな風に私あの餅を置いとくのよ。そうするとザルだからさ、結局水分飛ぶわけよ。で汚いわけじゃないから全然 OK。 でね、これが大体3日ぐらいかな、ちょっと干しすぎちゃったんだけど、3日ぐらい経ったお餅がこんな感じでね、水分飛んでカラカラになるのよ。こんな感じで3日は結構干しすぎかもしれない。あんまり干すとカリカリだけになっちゃうのよ。で1日2日目ぐらいだとまだ中が柔らかいトロトロな部分が残ってて、角がカリカリしてる部分ができたりとか、まあ、ちょうどいい塩梅になるんだけど、3日はちょっと干しすぎだね。まあまあこれはこれで美味しいからいいよ。でこの切ったやつはまたザルの中入れちゃうの。であの1日2日後にまた揚げて食べれば美味しいわけ。こんな感じ、超簡単でしょ。超簡単なのよ。じゃあこの干したお餅ね、それをね、あのうちごめんなさい、引っ越してきたばっかりだから油を揚げる専用の鍋ないのよ。なくても全然大丈夫。こういうフライパンにね、ちょこっと油入れて、あの、揚げれば問題ないから。で、ちょっと油加熱していきます。ありがとう。あのね。もちろんいらない、もちろん。餅によってはね、あの、いろんなお餅あるから、あの、豆餅とかあったら最高だね。豆餅揚げてカリカリとして食べるとすごい美味しいの、ね、よ。四角に切って干し終わったお餅なんだけど、これ揚げた後に、あの、味付け。が結構家によって様々なのよ。だいたいね、あの小皿にね、こういう小皿に砂糖をね、大さじ2ぐらい、ちょっと多いかなっていうぐらい、こんぐらいお砂糖入れて、ごめんなさい、これあのいただいたいいお醤油なんだけど、紫醤油、あの普通の醤油でいいから、キッコーマンの醤油で、それをねこう入れるわけ。
なもんかな、こんなもん。でここで綺麗に混ぜなくていいのよ。揚げたお餅でこう混ぜて雑に食べるっていう食べ方もあるし、これをねフライパンの中に作っちゃうのよ、タレを。で揚げ終わったお餅をバッサー入れて味付けして召し上がるっていうところもある。あとはもう簡単にお塩ね、揚げ終わった後の揚げ餅にお塩パッパッパーってかけて塩味として食べたりする人もいるし、あとはねカレー粉かけて食べたりする人もいるから、もう自由なのよ、自由なの。ってことでね、これいつも油揚げる時に使ってるやつだからちょっとギトギトしてて申し訳ない、見栄え良くないんだけど、これにねこれコローンって入れればいいの。ただこれだけコローンコローン、油跳ねるから気をつけてね。でね、干しとくと餅同士がね膨らむ時にくっつかないのよ、だから干すのね。あと水分跳ねないようにだから干すんだけど、まあ別に干さなくてもいいよ、干さないで食べても美味しいよ、美味しい美味しい、何でも美味しいよ、餅だから、結局餅だから。であんまり量一気にバーって入れると餅だからくっついちゃうから、少しずつ、ね、揚げるといいと思う。じゃあこれ見てる人は揚げ餅好きな人、さあ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 って言ってるでしょ、さあ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 って、うちはちげえとか言ってるはずなんだよ揚げ餅それぐらい田舎では有名なのよ、餅が違う、餅が違うなんつってね、俺はこの餅が好きだとかそういうのあるわけよ、豆餅がいいんだとか。でこうやって見ていくとクッポップってポップコーンみたいに膨らむから、これ油跳ねるから肌とかについたら熱いから、それだけ気をつけて、ね、これがね干してない状態だとその跳ねが結構派手なのよ、バツンって跳ねたりするから気をつけて、ね、こんな感じでね、ほらボンってなってるでしょ、これがね当たると熱いのよ。できつね色になるまで揚げていきます。二度揚げしてもいいよ、二度揚げしても、サクサクさせたい人は二度揚げしてもいい、これ大体うちは一度揚げかな、一度で決めちゃう。ほらすごいでしょ、これ3日干してもこんな跳ねっから、揚げるときはみんな気をつけてね、熱いから。で菜箸で一つ一つ取ってもいいし、田舎にはこういうのあるでしょ、みんなみんなあるでしょ、これザッパー拾っちゃえばいい。でクッキングペーパー敷く人もいると思うんだけど、私しかない。なんでかっていうと餅同士くっついちゃうのよ、キッチンペーパー紙だから。はい、こんな感じね。でこの状態で塩かけちゃってもいい、塩味で食べたい人お塩バーかけてちょっと振って食べればもう最高ね、最高。でもうちは砂糖醤油が結構好きなの。じゃあ残りのやつも揚げていきます。すごい簡単でしょ、お餅って余るじゃん、冷凍庫とかさ涼しいところに新聞紙丸めて取ってあるご家庭多いと思うんだけど、ちょこっと切ってさ干しとけば、ぶん投げとけば揚げればすぐ食べれるようになるから、そういう風に使っていくとね餅って結構すぐなくなっちゃう。で出来上がったこの熱々の餅なんだけど、じいちゃんじゃあ味見で一個どういう風につけて食べてんのか入れ歯外さなくていいでしょ、つけたままいってください。でこうつけてね、ガーッとお餅で砂糖と醤油を雑に混ぜてそれで食べるのがうまいんだよ、うん、うまいっすか、あじゃあじゃあ。でこうつけるのめんどくさいなっていう人はフライパンで今やるけど、これ切ってます。火力はね何でもいい、火力はもう自由、うちはね強火、いつもわーっと作っちゃうから、パッパッパーっと。でこれここの中に投入する、投入してよいしょ、なんでこれで出来上がる。でお皿用意して、それによいしょ盛れば、これで完成よ。早いっしょ、これが田舎の揚げ餅の食べ方。これフライパンで味付けしちゃったけど、ほとんど小皿でつけて食べるっていうのがポピュラーかもしれない。じゃあじいちゃん一つ味見お願いします入れ歯を外して食べるんじゃない、やっぱ入れ歯って味なんかあんま感じないみたいね、歯も味感じるらしいね、やっぱ入れ歯つけると味分かりにくい、なんか舌で味わうっていうけどね、歯でも味するんだね、うまい、あうまい、いただきました。あじゃあ全部食べてくださいいいよ全部食べていいよ、おいしい、うん。じゃあそんな感じで田舎のおやつの作り方でしたが、ものすごい簡単でしょ。よかったらお餅ね余ってる人いたらやってみてください。普通に焼いて食べるのも美味しいし、こうやって揚げて味付けして食べるのも美味しいし、
そこら辺にね、置いとけば水分飛ぶから、あとは油でボーン揚げればね、子供も大人も楽しめるおやつだと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。油だけ気をつけてね、跳ねっから、火傷に気をつけて。それでは